はい、アリババの石川さんです。どうもこんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。お願いします。本日の出店の経緯について、はい、お願いします。はい、弊社ですね、アリババ .com というサイトを運営している会社でして、こちらのツールを使ってですね、日本企業様が、海外市場のマーケティングをしていただけるような、そのツールの一つとしてご紹介したく、今回出展させていただきました。なるほど。一番強みっていうのはやっぱりどこの辺になるんでしょうか。はい、そうですね、B2B のマッチングサイトという意味では、240の国と地域に1360万人のユーザーを持つ世界で一番大きな B2B のマッチングサイトになるんですね。なのでこれを使っていただくと、実際に海外に行くことなく、その海外の市場が分かるということで、コストも低く、マーケティングできるツールということでご案内してます。それ相当すごいツールですね。そうですね、ツールって呼んでもいいのかぐらいの。そうですね、もうこれを利用しない手はないという感じですね。ですね。はい、もともとですね、1999年に中国で、広州というところなんですけれども、そこで、ジャック・マーというのが、18人で起業した小さな会社だったんですけれども、そこで、B2B のマッチングビジネスを始めて、香港の証券市場に上場などをして、で日本で、2008年に法人化されて、そこにですね、ソフトバンクの孫さんなどが出資していただいて、はい、今はその日本法人として、私たちはそのアリババ .com というサイトを日本の企業様にご紹介するというような経緯でやらせていただいております。あ、もうじゃあ11年。そうですね、その B2B のサイトのビジネスが始まってから11周年ということで。11周年ですか。はい、知りませんでした。はい、そうですね、日本ではやはり2008年から紹介しているので。そうですよね、最近の企業さんとい う、 こうイメージが強くてですね。はい、そうですね、まだまだ日本では認知度が低いので、今後もっといろんな皆さんに知って使っていただきたいなと。企業規模問わず、中小企業様、あと日本の企業様ですね、世界出ていく、足がかりとして、ぜひこういうもので情報調査ですね、していただければと思います。アリババ .com では、世界で一番大きな B2B サイトを運営している会社になります。ぜひですね、これを機会に、海外市場調査などを進めていただいて、海外への足がかりにしていただければと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。はい、どうも今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。